こです。今日のわけチャンネルはメイキです。はい、今回は今公開されている映画スーサイドスクワットのハーレークイーン風メイクをしてみました。はい、ちょっといつもと違う感じでこんな感じになったんですけど、でこのメイクはハロウィンにもぴったりだと思うので、ぜひ皆さんも試してみてください。それではそのメイクをご覧ください。わけチャンネルスタート。それではメイクを始めていきます。まずはこちらのヘイミッシュのクッションファンデを使います。ポンポンするようにのせていってください。細かいところはこんな風にパフを折り曲げて使ってください。顔全体に塗れたらちょっと首の方もつけていきたいと思います。次はこちらのエチュードハウスのフェイスパウダーを使います。こちらものせていきます。顔にのせることができたら首も同じようにしてください。こうすることで顔だけ白浮きしないようになります。次はこちらのブルジュアのアイブロウペンシルで眉毛を描いていきます。今回は眉山をしっかり描いて、ちょっとカクッとなったメニューにしたいと思います。まずはこんな風に眉尻を描いてから内側とつなげていきます。描けたらこちらのブラシでぼかしてください。こんな感じで眉尻の方がちょっと細くなるようにイメージして描いてください。眉毛が描けたらこちらのキスミーヘビーローテーションの眉マスカラをしていきます。はい、では反対側も同じように描いていきます。はい、こんな感じでキリッとした感じの眉毛が仕上がりました。次はこちらのマリブのアイシャドウパレットを使っていきます。まずはこちらのベージュのカラーを眉下とあとアイホールでのせていきます。そしたらこちらの白い色を目頭にのせていきます。私のいつもの描き方はこう目を閉じて指をのせてこっちにちょんとのせて外側にします。そうするとこの真ん中のところにつくので、ぜひ試してみてください。はい、そしたらこんな感じになります。次にこちらの水色を使っていきます。こちらは目の内側から真ん中ら辺までのせていきます。で、のせることができたら次は青の色を外側から真ん中ら辺までのせていきます。そうするとこんな感じの青のグラデーションができます。そして今度はチップを使ってこちらの同じ青をこの目の下のところに塗っていきます。はい、こんな感じで指でやってもいいんですけど、チップの方が好きな形にできるかなと思います。そしたらさっきの水色の色を使ってこの下まぶたにのせていきます。空いてる真ん中の部分にのせていきます。黒目の下ら辺です。ここまでできたらまず先に反対側もしちゃいたいと思います。さっき水色を使った部分にこちらのピンクを使って、青を使ったところに赤を使って同じようにメイクをしていきます。はい、こんな感じで左右色違いのアイシャドウができました。次は先にアイラインを引いていきます。 K パレットのリキッドライナーを使います。まずは目尻を跳ね上げて描いていきます。はい、こんな感じでちょっといつもより長めに引いてみます。そしたらここから、まつげの間と目の際を埋めていきます。
はい、目のキワを引けたら今度はこの目尻から黒目の外側左辺までこんな風につなげて描きます。三角を作って中を埋めていきます。アイラインはこんな感じです。次にこちらの黒とグレーの間みたいな色を使ってダブルラインを引いていきます。私はここに二重のラインがあるんですけど、この線よりちょっと上に引いてちょっと彫り深く見えるようにしていきます。引けたら下まぶたも外側からこの黒目の内側ら辺まで引いていきます。はい、こんな感じです。では反対側も同じようにしていきます。はい、アイシャドウができたら次はこちらのメイベリーのマスカラをしていきます。マスカラは上下たっぷり塗ってください。はい、これでアイメイクの完成です。次はスザンヌのノードシャドウとハイライトを入れていきます。ここに三角をイメージして描いてください。はい、ハイライトも入れたら次はヘイミッシュのパレットを使います。こちらの下のカラーを使ってここにシェーディングをしていきたいと思います。ハイライトとシェーディングを入れたらここでちょっとポイントとなるあのハートの形を描きたいと思います。位置なんですけど、なんか画像を見てたら結構赤のところに描いてたり青の方に描いてたりしてて、映画では赤の方に描いてあったんですけど、ちょっと今回は私は青の方に描きたいと思います。ではさっきのリキッドライナーでハートを描いていきます。はい、こんな感じでハートができました。そしたら最後にこちらのメディアの赤リップをしたいと思います。これは赤っていうよりはボルドーのカラーになっています。ではこちらを全体に塗っていきます。はい、こんな感じでリップが塗れたらメイクの完成です。いかがだったでしょうか。今回はこんな感じでハーレークイーン風メイクをしてみました。いつもと違う感じでこんなカラーメイクなんですけど、左右違う色にしたりとか、ここにハートもあったりしてちょっと可愛い感じになってて、ちょっと髪の毛は結んだだけなんですけど、でもまあ雰囲気はハーレークイーン風になったかなと思います。このメイクはハロウィンにも使えるし、皆さんもぜひ試してみてください。他にも池田まこのまこチャンネルでは DIY やメイクなど週4回アップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回は池田まこのハーレークイーン風モノマネメイクでした。バイバーイ。